もうわかんねえよ、バイオハザードのこと一個もわかんねえ私。急に生配信調子よくやってたと思ったら、急に途中で音取れてなくなって、映像も取れてなくなって、40分やったのに17分しかデータ残ってない。だから録画でやろうと思ったのに、録画でやったらやったら画質悪すぎて何も見えやしない。近くにいるんだから、近くにいるんだから、バカ言ってんじゃないよ。銃がないんだよね多分。レモン君隠さないで、包み隠さず私に話して。9発しかない、ガバーダ1発しかない。どうやって物持ってくんだよ。コンバットナイトサイドムックやりますよとかほざきまくりやがりやがって。ほら現像用の流しで現像したんだよな多分。うちらってそうだったよな、意思疎通できてるよな、うちらって間違ったこと一個もしないよね、正しいんだよねこれって。だからまあつまり何をしたかっていうと、生配信でその空白の30、空白の23分間私が何をしたかっていうと、独り言を喋りながらレオンのですねデスク台などを覗きつつ、おいこれパーティー席じゃねえか、勘弁してくれよレオン君、手バッサーなどと申して申し上げて、いない、いないのかな、この隙間からいけるかレオン、いるのか、階段上注意、階段上要注意、いるかいないかどっちなんだ、いる、結構綺麗な状態のゾンビ、2階に上がってたよ。寝室がほんまでっか TV が終わったからもう寝つくらしいぞ。あれは8時から9時の時間帯らへんたにやっていたらね、寝るにはちょうどいいんじゃないでしょうか。うわー、ちょうどいいよ、さんまさんの笑い声がちょうどいいんだよ、寝る前には。就寝時間をお知らせするチャイムなんだあれは、そうだろう、就寝号令時間なんだ。どこ行くのこれ、一個もわからない。ここが、チェーンが巻かれてて、ロックされてて、私のパソコンが持つかチェック。熱すぎる。いつか途切れる、この録画も。金庫が開かないんだよね。だから2階に行くべきなんじゃないかっていう算段が、できてるわけ。できてるわけよ。レオンにはもう感づいちゃってる。レオンピーンと来ちゃってる。だけど木材どこにあったんだ、なんか一回木材手に入れた気もしたんだけど、まあそれもまた夢のお話。レオンが就寝した時の話はよしてよ、もう走り抜けようぜ。いいんだよもう、なんでもゾンビだろうがもう関係ないんだよ、なんで頭部に噛みつかれた程度でほざいてんじゃねえよ、でけえ口叩きやがってよ、ゾンビがなんだなんだよ、ちょっと一回死んだくらいででかい顔しやがってコミカス野郎だろうが、知らねえ知らねえ知らねえよ。3回、さあ就寝しますわよ、寝るぞもう夜だからな、それで合ってる、おらなんだ、ふぅ、ハンドガンの弾だ、2発しかねえのかよ、警官死んでたな、はっはお、威嚇してけ、威嚇するぞ、ちょっと、ああ、ちょっと待って、いけるいけるいける、パソコンの下に保冷剤敷いた、絶対いけるはずだ、聞こえるのかな、いるのかね、ちょっとパソコン斜めって余計見づらくなったんだけど。ガンパウンダーガンゴーゴー、ガンパウダーゴーゴー、待ってくれ。鍵あったかそんなもの。暗すぎる、電気電気、あマルキン、よし、スペードの鍵、剣も、剣とつかない、もうこんなんもらったって。手に余る、身に余る光栄です。あざまーすチース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 、ダイヤルジョー。オーケー、オーケー、オーケー、ダイヤル城が、もう来てるかな、就寝時間迎えたからね、ゾンビも。上がってきてる、はっ、お前かレオン、やめとけ、もう吐息を出すな、傷つかないで、あーん、もう誰のだっていいだろ、こんなロッカー。そうだよな、間違ってないよな、私って。いつだって楽しかった。大振りに乗った気持ちで、行くぞレオン！合ってる！ほら見ろ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 ！一本道だ！一本道の廊下を！一本道！一本道！一本道！道！道道してる！ゾンビで！ザー！私のせいじゃない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 ！ふぅー！アンブレラ社が悪いんだ！わしは悪くない！よし、一回扉でリセットかける、一の！よし！いやー、楽しい！楽しいぞー！正義だ！正義は負けない！そうだろう、そうだろう、そうだろう。あ、レオンさん、どうする？
あ、すごい、あれ、イケアの棚がある、イケアのこれ斜めになってる上から中段、上段、中段、下段と下段に行くにつれてサイズ感が大きくなっている。そういった扉模様が広がってる。なんだな、ここは何なんだ。日装工いるぞ。警戒、もう死刑。 A 班、ダイヤ型に広がれ。絶対に敵を入れるな。死んでる、絶対に死んでる。このライト怪しい。はい、おれー。いや、いいんだけどさ、ひってリメイク2マジもうおうおう、ニューグー1グランプリ、来た。あんまりそういうことを言わない方がいいですよ。自分の性別のことを考えて、お父さんがいることを忘れないで。そうだよね、私って楽しいよね。オッケー、危ない。2階は危ない。そう禁じられてる。禁じられてる部分に、踏み入ってるよ。金属地に、何あれ右側。オーガーゾンビラッパッ、カメラ判定にいざって苦しめられてる。これ人間ですか、これ何、ゾンビだ。どうも、クリスじゃない。すまん。もうわからん、錯乱している。わー、クリスがいいよ、本当はレオンじゃなくて。えいさー、なんか今出た？コマンド出た？ちょっとマイクでかすぎて何も見えない。前が見えない。あっ、はい、ほい。何？あ、はぁ、休憩。豚玉お似合いの檻に閉じ込めてやった。他、新刊でバリケードの信用を起爆させれば、全員まとめてコッパみじんだ。まずは鉄格子にすがって怒鳴り散らしているあいつだ。やつにこの文字を差し入れてやろう。隣のやつを殺せ。そうすれば残りの人間を助けてやる。そう言ったらこの豚はどうするだろう。お前は正義なの、誇りだのと。これ私のことじゃないのこれ。さっきからずっと正義について語り続けたんですけど、すいません、この私に何度も逆らったの。カプコンさん、すいません。私を豚に見立てて牢屋にぶち込むのはやめてください。あー、楽しくなってきた。音楽が必要だ。鳴り止まないメロディー、鳴ってる。奏でられてるセレナーデが、ちょっと待って、いるんでしょう。そこに、ほら、なんか入れるもんね。なんか入れるより今しちゃいますよね。普通のゲーム会社だったら普通にしちゃいますよ。そんな私だってするもん。1,2歩しか進めない。空間があるのに、ほら、血見て。はい、一歩二歩いける。一歩、よし、右移動基準よ。はっ、はい、何ですか、シヨン。なんか起爆させろとか言ってませんでした。はい、そうです、私が言いました。いいぞ、誇り高き生徒よ。よし、それでこそ私の生徒にふさわしい。急にめちゃくちゃ弾薬集まる。もう戦闘を見据えてるぞ、このゲーム。戦闘しろと言わんばかりの打ち込め。わかりました、C4 に。やめろ、お前はもう吐息を出すな。ツイキャスの試合やめたんだろ。もういい、よっしゃー、これでいいんだ。間違ってることが証明されただけ偉いんだ。そうだろ、自分にできることとできないこと一つずつ正しく対処していこう、証明していこう。C4、 爆薬付きバリケードを、おう、爆薬付きバリアードだ。爆薬、ああ、何、ちょ、やだ、無理、帰れない、帰れない、こっち来て、やだ、うちんち来て、そっち遠いから、3駅あるでしょ、うちだったら2駅で行けるから、ほら、見て、マービー、見て、これが、弱肉強食である、ゾンビがゾンビを食らっているのではないだろうか、そういった NHK、そういったドキュメンタリーば、お、どうしたお前、気づいてるじゃないか、今見たら、お前、これ使えないの？なんだお前、瀕死だったのか。早く言ってくれよ。そりゃ吐息の一つや二つ出すよな。撃つ？助ける？助けない？モニタリング、緊急モニタリング。でも帰ってこいって言われたもん。私帰る。こんなとこにいらんねえよ。マービンの人肌に触れたい私だって。この量いんのここ。4,5体いるんだけど。でもなんか置いてある。あれ、本棚移動できるやつだな。私は図書館師匠の資格、マックスパワー！マックスパワー！前回走り抜けたらいけるだろ！
へこたれんな、へこたれんな、正義、これが正義だ、これが私の誇りなんだ、ひげげげ。でも道中に一体ゾンビいるの確定しています、隊長、マービン隊長、助けて助けて、もうやだやだやだ、もうバイオいいて、バイオがもういいという体でやっています。さあ階段下に立ちはだかってくるんじゃないの、あの巡回階段ゾンビが。階段一生浮いてりゃいいだろうがてめえ、そういう下請けだろ、階段下下請けだろ、いない、はっ、はあ、鉄の玉か、階段によくある鉄の玉か、なんだ、びっくりさせてくれるね、楽しませてくれるじゃないのよこのゲームね。はい、ションベン、ジジー、ションベン小僧がいました、妖怪が出た、妖怪が、マビン、マービン、やばいやばい、男性のションペンを覗いたが最後、弾取られる、弾出してるやつに弾取られる、最悪のことしか言ってない。いや、マジ、下ネタやめてくれよ、私たち下ネタ言いたくて言ったわけじゃないんだ、まったく、勘弁してくれよ、マービン、マービンってば、マービンがよく笑うんだ、私の下ネタで。そのせいだろ、ふぅ、危ねえ、危ねえ、危ねえぜ、マービンが悪い。私は悪くない。そうだろ、私は悪くない。マービンが悪い。そうだろ、はあ、マービン、マービン、マービン。マービンちゃん、どこ行くの？マービンの勝手でしょ、その通り。マービンの勝手、どこ行こうがマービンの勝手なんだからね。マービンを信じろ。マービンは俺たちを裏切らない、そうだろう。そうなのかな？マービンって本当に私のこと裏切らないのかな、こんな死にかけの、誰だっけこれ、レオン、レオンほっぽいってどっか行っちゃうんじゃないの、これマジでハードモードなんだけど、私がやると組み合わせたりとかできないでしょ。まあ推定2体ですよね、ゾンビね、この危機的状況から逃げ出せるか。クリスじゃない、誰だこいつ、おい来た、巡回階段ゾンビの様子を見てこれやるぞ、狙え、あっ、ほっ、なにそのトレーナー、かわいいね、死んなかったの、死んなかったの、おれ外国人労働者なのか、よっしゃ、まだ撃っとく、もう動かないでしょさすがに、もういいよね、もうお前味しないんだよ、どんだけ撃ったってお前は味しないんだ、旨味がねえんだよ、1体やったからセーブします、1体やったら即セーブ、この戦法で行こう、うちらは。泥臭くてすまない、マービン。セーブしてくれ。よし、一体撃破したセーブデータだ。重宝するぜ。重宝ダッシュ、このセーブデータ、重宝ダッシュ、どこ、まっすぐ行って、遠回りしてって感じです。これ出れんのこれ。あ、ここの鍵が多分開くみたいな話なのかな。そうだといいね。まあまあまあ、もうちょい楽しんでこよう、このゲームなー、デブゾンビくんもいるし。ここ開いたりすんのかねって。オッケーよ。開けられる扉を全部置いちまえばいいんだ。そうだ、この反乱分子、レオン。開けられる扉を全部開けさせていただきます。さて、僭越ながら、開けさせていただきたいと思います。どうやって出んだよ、じゃあ。こっから来たけど、こっから出れんのかな？ちょっとあんま見てなかったんだよね。おい、積んだぜ、あの図書館通んねえといけないのか、これもしかして。なんかエナドリとかで回復できないの、クリスって。もうちょい気力がなさすぎるんじゃないの、それは。まあそうほざきましたが、一回お邪魔っぷ。全部開けたよな、動くな、動くな、彼、よしよしよし。こっちのカードキーもないからな、うちは。恵まれてない。とことん恵まれてねえぜ。月が回ってこねえ。月が回ってくるだけだ。月は全くついてない。レオン、お前は一体何をしているんだ、一体ずつでいい。確かなる。ピクったよね、今。もうそこで転がってろよ。役に立たねえんだから。年金払えよ。あ、撃ってる。さっきは強く当たってごめんね。ちょっと混乱してたんだ。我ながら混乱していた。やれんのかよ俺、 USJ に運搬積んだって目見てるやつ本職雇うぞ。俺、坊主、
すまないね。私だってこんなことしたくないんだ。多分打ちすぎたなこれ。大丈夫ですか、挑発警官。あ、ありがとうございます。挑発だよなこれ。座り方男性だな。多分男性ゾンビ。これグリーンハーブじゃダメなの？ダイヤル錠。なんか奥あるんだけど、これはガスで通れないんだよね。あのここはあの32分間のデータで死にました。ちなみになんですけど、40分やったのに17分データに吸い込まれましたと。でまあここで一つ耳寄り情報を言いますですね。このゲーム一回死んだらイージーモードに下げられるらしいんで、あの下げます。一回でも死んだらもう下げます。自分の力量は分かってる。あ、これ人型に見えるように設置してんのね、これ。このマネキン。悪趣味だな。とんでもねえ、エロ変態画家がいたに違いねえ。こんなとこにはいらんねえぜ。先に急ぐぞ。いや、絶対ここ越えないといけないじゃん、もう。で、図書室行って。あと2回回って右ら辺で扉あるから、もうそっちに避難しよう。それでいいね。意義のある人。お前はうなずくだけでいいんだれよ。グリーンハーブの一つや二つ音するもん、音するもんだって。うん、可愛くぶっちゃうんだよな。急に穴抜けたりしねえだろうな。そこら辺節度守っていこう、カプコンくん。あーで言ったじゃん、いっちょ、待ってで言ったじゃん、言ったじゃんカプコン。おい、この隙間に入ってこれるやついる？いるの？俺らリベンジャーズしてこい。この隙間、一直線ゲーム始まってる。強い、最強だ。この隙間にずっといる。日陰者なんだべよ。合ってる、俺に合ってるよねって、性に合ってるって言って、正しいって言って、私がちょ、しんどるやんけこいつ。しんどるやんけ。ちょっとあの、あれ、難易度下げさせて。もうノーマルじゃ勝てない。回復もできないのこれ。死にかけなんですけど。変わんねえよ、何回やったって。よし。じゃあ、2階に。これ、一匹退治ですよね。一匹退治データだから。いや、今時もう、東京リベンジャーズ味しないから。マジでもう、やるだけ無駄だから。うわ、ざっしゃー！うわっしゃー！こっちの方が味しない。あ、でも味する。名作だから。当たるよね！1、2発くらい当てられるでしょ？何学んできたんだこいつ。ありがとうございました。失礼、多少の暴言はまあ知らないよ。危機的状況だからね。言ったってさ、こんなガンなかったっけ。24発くらい持ってなかったらしい。しゃべれだからって頑張ってしゃべれ。思うところはあるだろうが。よしいや大丈夫、私の射撃テク舐めないでくんなまし。ああ、そりゃね、強言葉も出ちゃいますよ。こんな危機的な状況ですからね。多少自分を奮起させるために必要な、先なんかあんじゃない？逆転の発想。これは正しい。え？奴らは聴覚が異常に発達している代わりにほとんど目が見えないんだ。お前がみっともなく走り回ったり、バカみたいに打ちまくったりしなきゃ奴らに見つからずに済むかもしれないっつら。友達の敵を取ってやるのも、おまわりさんの大事な仕事だからな。粋だね。これがバイオ構文ってやつなのか。リッカーね。もう見分けつかないけどね、正直。敵目の前にしたらさ。今ここでリッカー出てくる説あるよね。あるよ！入念なフラグ返しをすることで有名だからな、私は。先ほど、あう！やめろ。あえぐな、レオン。節度、宿女なに、宿女、宿女になれ、お前。もう上からもう全部行くわ、これ。なんか文句あんのかよ！立ち上がりやがってよ！ヘッドショット狙えばいいよ。おるえ！さて、あと、4、5体ほどですか。降りないで！あ、危ねえ。聞き届けてくれた。ありがとう、レオン。今だけだ、感謝すんのはお前に。お前がこんなとこに配属されなかったら、あっしゃってこんな思いしなくて済んだんだ。これ下にいんのかな？一発でも食らったらもう即 KO だからな、これ。いるね。でもあの穴開かないとこからだったら撃てるけど、階段下から行くのがベストと見ました。そう見た。ここ当たんないよな、多分。構えられる。当たりそうだな。ちょっと動くな。あれ、わし上手いな。
さすがリッター 3K 持ってるだけある。おれー、なんで簡単じゃないか、あのパーカーゾンビも。お子さん3人ほどいるだろうな、あのパーカーっていうことは。パーカーの色とサイズ感で私はわかる。人死にすぎだ。こんなに人が死んでいいわけねえだろ。もう全員一発ずつ撃っていいですか、これ。ちょっとさすがに動くだろ。動く人と動かない人の区別はつかない。もうちょい近づく。レオンの死体ようにしていいよ。おれ、右側で覚醒したゾンビがいる。誰？いるねー、踊り出てくるね。ゾンビ大名行列止まんないね。足りるか、弾。まだ動くの？どちらに？ションベンだろ、これ。草になんで引きつけられていくんだ。撃つけど。とはいえ撃つけどね。失礼。なんかクレヨンしんちゃんの園長みたいな格好してない？ちょっと黄色いジャケット着てない？何はジャケット魂終了。短い命だった。いいシングルだったよ、でも。いい A 面だった。センキュー。コンバットナイフさえあれば、レオンだってね、どうにかできますよ、この危機的状況だって。全員やったべ。全員やったべ。こんにちは。粗相のないように。何これ、レオン力ずくでいけないの？何のための筋肉だよ。かりそめの筋肉つけんな。思いだけだから。ねえ、またデブが、お、デブゾンビもうコリゴリだよ。見飽きたって。おれ、すね、剣、どこですか？私は一体どの部位を打ってるんですか？上手くなってる。何の音かな。ちょっと先急ぐわ。デブには悪いけど。デブにはちょっと難しいかな。ちょっと。悪口しか言ってなくないか、ジャッキー。こっちドアじゃないのか、これドアだろ。あ、これ出れるじゃん。あ、メインホール出れるわ。あぶねー。これでスペード使ってと。ラッキーボーイ、レオン、とんでもラッキーボーイ、助けてー。マービンさん、一撃で死んじゃいます。レオンが奮闘はしたんですが、これが奮闘のゲー、あなたと一緒です、状態としては。ゾンビに4、5回ほど噛まれました。ムービーですか？何を見せてくれるんでしょうか？何？あ、ムービーパートいいね。あ、生き残り？無事だったか。これ誰？レッドフィールドさん？知り合いか。あ、レッドフィールドさんじゃん。クリアだ。あ、レッドフィールドさんね。クリアって何？あの場所だったら。2階。2階から行け。右側？東だ。あー、大丈夫そうですか？なんか草とか取ってきましょうか。山草とか山草。警部が心配だよ、私は。警部、私も心配してくれ。こんな状況なんだ。もう本当に持久戦にもならねえ、こんな怪我を負ってたら。まあセーブはするよね。もううちらしか味方はいないんだ。6発しかない弾が。こんな心細いことはないだろう、今後の人生においても。もうレッドハーブあげるけどね。もうこんなん持ってたってしょうがないだろう、使わないんだから。東ってどれだよ。わかるけどわかんないわ。脳が理解するのをやめようとしている。右だよな。あ、1階の東みたいなことぽいねー。いや、行かないよ。え、私絶対行かないよ、東には。ロックされた扉、チェーンで巻かれた。あー、今度は1階かよ。グリーンハーブあるかな。あ、ここで合ってるわ。すいません、すいません、独り言でした。全部笑って許してマービンさん、笑って許して。私のことは、今のはちょっとしたジョーク。レオン、レオンジョーク、いくぞー。はっ、もう落として。レッドハーブがありそうなところから行かさせてもらう。しょい、ひょいと見るぜ。あーっと、これは、あ、ここじゃないか。ここにレッドフィールドさんいんのかな。草持ってきてくれ、せめて。そこら辺で草買ってきといてくれ。なんか庭に生えてるやつ適当に。ここ、オッケー。板しか持ってないな。板持って顔面やった方がいいんじゃないかね。あ、相手の頭に挟まっちゃうみたいなねー。ガーガーッ！クッパになっちゃう、クッパになっちゃうよ。あなた様は、あの、伝説の、メモ。
カードだ。あー、これで武器庫いけんじゃない。ちょっと もう物持てないです。黒天使を虜にしたルビー、ネイルの女王が飲み干した真珠、王妃を革命の弾頭台に導いたダイヤ、宝石にまつわる魅力的なデスさ、マイクにいとまがない。この奇妙な石石、赤石は差し詰め彼らの輝かしい末っ子である。ライルキはこの種の倒れ、すいません。もうビビりすぎちゃって。ある時代では求人の宝石バスコールは出会ってやられて、弊害ですかこれが。またある時代では賢明な王に、これを読めないんで、こうじられたのかな、貢献の剣だよね、剣じられた、まあ何でもいいや。この秋長く伝説のマイクで見えない文字が、血をまとうからこそ宝石の価格は人々の胸を騒がせるのだ。いや面白いわ。一回血にまみれてから言ってみろ。そのセリフはレオン以外言っちゃいけねえんだよ。ねえ、王族様。もう、なんかでっかい葉っぱ持ってこい、青くぞ。なんか持たせろって話？あ、すいません、無一文だもんで。なにこれ？あら。板いらねえんだけど。板置いとけ、ここら辺に。板なんてどこに置いてあっても変わんねえだろ。また取り来てやるからな。え？なんか一回帰った方が良さそうな感じですか。じゃあ帰りまーす。どっから来たっけ。もう嫌な音するんだよ。ここ安心するわ。ここでいいわ、ずっと。ぬるま湯に使ってたいよ、私だって。ゲームがちょっと重いよ。でも保冷剤置いてあるから、結構外側から、内から外から。いや、お父さん帰ってきた。あ、やばいやばい。あ、もうダメかも。もうダメそうかも、レオン。私もダメかも。ずっとこれなのかな、レオン。だとしたらごめんな。罪悪感出てきた。預けて、レッドハーブも預けて、ショットガン使えないから。でも、ショットガンだったらギリ取り行けるような、距離的に。ショットガン取り行けるよな。左から入って、ここ全部敵やってるから。備品室いてて、2階から回ってった方が、早いよな。図書室行って上行ったらここ通んないといけないから嫌だから絶対ダメだけど、何言ってんの。こっち気になるんだよな、レッドフィールドさんより。あんま命に優劣つけないけど、ちょっとショットガンさすがに取り行くか、手段なさすぎるよな。明るい、さすがに死なねえだろ。どこだ部屋。まあ、ルートも大体覚えてるし。覚えてるって言ったよね。私今覚えてるって言ったよね。まっすぐ行って、備品保管室、オッケー。まあ、ここら辺のゾンビは全員死んでいるよ。そうだろ？そうだよな、みんな。集まってくれ。ここ。ここに使ってと。オッケーオッケーオッケー。まっすぐ。まっすぐまっすぐ、ゴーストレイ、ゴーストレイ、レオン、ゴーストレイ。まっすぐまっすぐ、ゴーストレイ、レオン、ゴーストレイ。いざ、この号令に従って動け。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、ゴーストレイ、レオン、まっすぐ、右に曲がるな。まっすぐ行けば、備品管理室はすぐそこだ。ゴーストレイ、出れない。左から出るぞ、ゴーストレイ。はぁ、今の着メロにしたいわ、自分の。うーえ、来たぜ。まっすぐ行って右へ。左だ。デブ動くな。拘束されている。お前を包囲されている。マックスボルテージ。いなくなってる、ゾンビいなくなってる。わかってるんだ、頭じゃ。でもやらずにはいられない。ウィーイ！ショットガン来た。これ一番強いだろ。装備変更。で、弾つけて。警察いるだろ。ここでやった警察一体絶対出てくる。でもレオンの体力的にもう無理だ。諦めてくれ。レオン死んだら諦めてくれ。出て。はっはっはぎー！いたいたいた。はぎはいたいたいた。絶対いた絶対いた。絶対いた。あ、いない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 。あっば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 っ
あ、急ブレーキもかけといて。オッケー。あ、帰ってこれた、帰ってこれた。ちょっと待ってくれよ。一回落ち着かせてくれ。これで帰るだけなんだ、うちらは。ショットガン持ってるんで。レオン、そんな持ち方でいいのか、ショットガン。そこ持つの？そんな初動バックみたいな持ち方でいいの？まあ、お前がやりたいようにやれよ。ふっ！もう敏感になってる、音に。もう、これ以上の音は出さないように。いいね。君たち、いいね。察してくれ、レオンの精神状態を。肉体だけじゃない。精神的にももう疲弊してるんだ、こいつは。もう刺激しないであげてくれ。私からのお願いだ。頼む。私が頭を下げる。じきじきに。それでもう許してやってくれないか。この村にはもう女も子供もいないんだ。若い男を連れて行かれたら、とうとう村が破壊されてしまう。経済難に陥ってしまう。だから働き手の男を連れていかないでくれ。頼む。といったようなレオンのヒステリーが。レオンのヒステリーじゃん。今の私の全部、私のヒステリーだから。レオンのヒストリー、私のヒステリーだから。なんで致命傷を外してしまったからよ。どうしよう。まあショットガンの火力見てみるか、一発。近づかれたらひとたまりもないからな。じゃあ来いよ、てめえ。てめえから、ああ、また草木ションベンゾンビだったか。私の見立てが甘かった。この距離でいけんのかな。もうちょい追い求めている。すがるように手を伸ばしている、このゾンビ。なんかあるのか、ゆえんがレオン。どっか行っちゃったぞ。デブゾンビ、やっぱり軽傷だったか。お前しか生き残りがいないのだ。動くなよ、小持ちゾンビ。来いよ、オーラ。何フラフラしてやがる。二日酔いか、あいつ。二日酔いゾンビまでいんのか。こっちからじきじきに行ってやるよ、じゃあ。火力でかー。火力でかゾンビでした。前失礼しますよ。何ここ？ああ、ここよくデッドバイデイライトで私が溜まってるとこだ。ここに発電機置いてある。なんだこれ。警察署上階の地図。あ、こんな広がってんだ。シャワー室とこっちら辺にいろいろある。スターズオフィスあるじゃん。寄ってく？あ、なんかついた。これなんだっけ。どうやって見んだっけな。あ、これじゃない、これじゃない、これか。これなんだ。これ馬かな。馬だ。 YRB で見れる。でさっきのやつもう一回見して。魚さそりつぼ泣くね。これ？あ、これつぼか、タコかと思った。バカ丸出しなのはよしてよ。やった、2個も集まったぞ。帰れるのか、レオン。しかしお前、そこだけが気がかりだ。ゾンビ復活落ち勘弁。帰るか。帰りだけはすごく流れがいい。赤い本。あー、これ調べないとけ。今調べたらなんか魔術作用したりしない。大丈夫。信用していいの？カプコンのこと。調べよう。あ、なんか光ってる。あ、光の反射か。本の形をしたプラスチック製のオブジェ。握られていたような跡がある。中は別に開かないな。めっちゃエレンダしてるけど。見るだけか。これ中にさ、中空洞になってて貯金箱になってんじゃない？これもしかして。こんな本、こんな分厚くて中見られないなんてことないでしょう。まさか本なのに。用途が違うんじゃない？フェイクブックなんじゃないのか、これは。大丈夫か、保安官。冗談言ってごめんな。あんま笑えないよな。そんな苦しんでんのに。なんか悠長でごめんな。なんかむき出しになったんですけど。もう、何急に？ちょっと今佳境だから静かにして。今物語動きそうだから。あー、エリオットね。あー、エリオット君の手記で私やったから。ごめんな。補足ありがとうな。補足ありがとうなのに、横から口出してごめんな。先生、その字間違ってます、みたいな。あれいらねえと思ってたけど、正直。学生の頃。
いちいち言うことじゃねえだろみたいな、こっちで正しい字分かってんだったら別にいちいちって思ったけど、でもそれが一番正しかったのかもしんねえ。そうだよな。